ままなのか。どうかのやつ、うん、特等席で覗き放題だぜ。反応バレてねえぞ。覗いてたから。気づいてたのかよ。国王に金をもらうために王都へ向かっていた。しかしこんな状態で旅をするなんて。骨になったところで問題ない、心配ない。どんな姿であろうと私はずっと東華殿の味方だぞ。足りないなら一旦俺を元の体に戻して、アンリが勇者に入れば再生するんじゃ。仕返しを行うと精神が劣化していく危険性があるのだ。世界を救うとお金は地道に稼げばいいじゃない。私は毎日山菜でも構わんぞ。人ごとだと思いやがって。よくぞ参られた勇者シオンよ。まずは聖剣を顔の形にして、これに顔を描く。こいつは絵の具の代用品として画家も使ってるんだぜ。へえ、詳しいのね。ちょっと感心。大根を肌色にするのによく使ってたからな。前言撤回。名前は国王自ら前線に出てたんだっけ。少しばかり工面を。ははは、本を挙げた者たちの中でそなただけが何一つ褒美を求めなかった。